昔と似た感じなんやな。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。何分コースにいたしましょう？あ、いや、ちょっと聞きたいことがあってな。この男がここの常連やって聞いたんやが。ああ、川村くんですか？私、よく担当させていただいてましたよ。ほんまか？ええ、と言っても前に来たのはかれこれ1年前くらいになりますけどね。1年前、川村がうちの組に入ったのと同時期やな。ちいと事情があってそいつを探しとるんや。何でもええ、覚えとることはないか？あ、そういえば川村くん最後に店に来た日に気になることを言ってたんですよね。気になること？はい、川村くん上の雀荘でいつも麻雀をしてたんですけど、最後に店に来た日、借金が全部チャラになったって喜んでたんですよ。チャラになった？ええ、全額肩代わりしてくれる人に出会ったとかなんとか。その人と東京の神室町に行くからしばらくこの店には来れないって。借金を肩代わりしてくれる人間と神室町に？世の中にはそんないい人もいるんですね。羨ましい。他には何か覚えとらんか？結構前のことなんで、すみません。いや、助かった姉ちゃん、ありがとな。あ、それでお客さん何分コースですか？あ、あ、いや、マッサージはええわ。せっかくなんでうちのマッサージ受けてくださいよ。こんだけいろいろ話させといて何もなしですか？こっちは個人情報保護とか厳しい中でいろいろ話したっていうのに。ああ、わかったわかった。なら手っ取り早く一番短いコースで頼むわ。はーい、30分コースですね。今ならうちで一番マッサージがうまい立山が担当できますよ。ようわからんから任せるわ。はーい、ではご案内しますね。服を着替えてお待ちください。立山さん、一番のお客さんお願いします。失礼します。本日担当する立山誠です。よろしくお願いします。力加減いかがですか？じゃあ次は足つぼ行きますね。ちょっと痛いかもしれませんけど、我慢できなかったら言ってくださいね。痛かったですか？そうですか？それならいいんですけど。じゃあ次は腕に行きますね。あ、すみません、腕時計気になります？これ、私の宝物なんです。もう20年ぐらいかな。ずっと大事に使ってるんです。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。古い型なので替えがこの色しか見つからなくて。
元々のデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。実はこれ、私の命を救ってくれた人がくれたものなんです。私、実は昔、精神的な原因で目が見えなかった時期があって、その人とはそんな時に出会ったんです。事件に巻き込まれた見ず知らずの私を、その人は名前も名乗らないまま命がけで守ってくれた。絶望のどん底、暗闇の中から私を救ってくれたんです。そのおかげで今は無事目も見えるようになって、結婚もして子供にも恵まれて、慌ただしいけど楽しい毎日を送れてます。あの頃はこんな未来が待ってるなんて想像もつかなかった。私、今本当に幸せです。希望を捨てないで生きてきて本当に良かったなって心からそう思えるんです。でも私、その人に感謝を伝えられないまま別れてしまって、ずっと後悔してるんですよね。実はここで今こうしてマッサージしてるのもそれが理由なんです。ああ、ここはその人と初めて出会った場所なんです。そしてこの蒼天堀はその人との思い出が詰まった大切な町だから、ここに住んでこの場所で昔のように待ち続けていれば、いつかもう一度会えるんじゃないかって、会って今度こそありがとうって言えるんじゃないかって思って。あ、いけない、神経臭い話しちゃいましたね。ごめんなさい。なんでだろう、今日おしゃべりになっちゃうな。あ、今のは夫には秘密にしてるんで内緒にしといてくださいね。あ、お客さん、これうちの会員カードです。どうぞ。あの、以前どこかでお会いしましたっけ？楽になりましたか？おかげで18年ものの凝りが取れたわ。ありがとうございました。届いてたんです。送り主が書いてないんですけど、常連さんからですかね。え？これって昔私がしてた。どうして？古い型なので替えがこの色しか見つからなくて、元々のデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。
ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。もう20年ぐらいかな。ずっと大事に使ってるんです。マコト、眠れなかったのか？ううん、大丈夫。もうすぐ新しい生活が始まるんだね。心残りでもあるのか？ないよ。